1930年代のセダンを彷彿とさせるクラシカルなフォルムとホットロッド的なアグレッシブさを兼ね備えた個性的なスタイルを武器にデビューした PT クルーザー。既存のメカニカルコンポーネンツの流用という開発手法を取ったにもかかわらず、近年のクライスラーを代表するヒット作となった。ベースとなったのはサブコンパクトカーのネオンで、パワートレインやサスペンション周りなどは完全に共通だ。アメリカでの販売価格は2万ドル以下と極めてリーズナブルだったが、チープ感を感じさせない作り込みも大ヒットの理由だろう。エンジンは最高出力152馬力を発生する 2.4 リットル直列4気筒 DOHC を搭載。メカニカルコンポーネンツがネオンと同じだから圧倒的なパフォーマンスは期待できないが、多くの人はこの車に対してパフォーマンスよりも雰囲気を求めるため不満を覚える人は少ない。ちなみに 2.4 リットルを搭載していたのはアメリカ仕様のみで、ヨーロッパや日本などへの輸出仕様には2リットルが設定されていた。 PT クルーザーはアメリカをはじめ全世界に多くのオーナーズファンクラブを持つ趣味性の高い車となっており、メーカー側は新しいユーザー層の開拓も兼ねて、毎年ドリームクルーザーのネーミングとともに様々な限定スペシャルモデルをリリースしている。元来が丈夫なシャシーであることから、よりパワフルなターボモデルやコンバーチブルといった魅力的な派生モデルも次々と追加された。古き良きアメリカを前面に押し出して世界中でヒットした貴重なモデルである。